神楽奉納させていただきます。本日は、3つの演目を奉納させていただきます。まずはじめは、籠弓という演目でございますけれども、これは天の岩戸が開かれて、世の中が明るくなったのを、矢をよろずの神々が喜び合って舞うという前であります。続いてですね、雨のぬぼこという演目ですけども、これはイザナギとイザナミの御事による国づくりの舞ということで、この雨のぬぼこを舞う団体も非常に少なございまして、その中の一つがうちの子ども神楽でありますので、まあ建国記念の日の近いということで、この演目を奉納させていただきます。3つ目はですね、まあ危険城といいまして、海幸山幸を題材としたものであります。少年神楽の最も子ども神楽の得意とする舞を最後にお届けしたいと思います。それでは寒い中でありますけれども、子どもたちも一生懸命頑張りますので、どうかご声援よろしくお願いいたします。